はい、皆さんこんにちは、しらたんです。今回はライブでリクエストをもらってたんですけど、ナチュラルメイクをご紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、それではメイクを始めていきます。まずこの前購入したこのケイトのファンデーションを塗っていきます。これすごくカバー力があってとても良かったです。毛穴もね本当になくなるのでおすすめです。でコンシーラーでクマを隠していきます。コンシーラーは叩き込むようにポンポンポンとなじませていきます。そして今コンシーラーをしたところだけにこのパウダーをはたいていきます。そしてこれもねこの前購入したエスプリークのアイシャドウをアイホール全体に塗っていきます。そしてこのパーフェクトマルチアイズのこの一番明るい色を涙袋に入れていきます。そしてこの真ん中の色味で涙袋の影を描いていきます。そしたらこのレブロンのアイライナーで目尻だけ少し延長させていきます。そして一番濃いブラウンでこのアイラインを描くようにぼかしながら入れていきます。下目尻にも3分の1ぐらい入れていきます。そしてまたこの明るい色を目頭にのせていきます。この濃いブラウンで眉毛を描いていきます。今回はちょっとナチュラルメイクということでいつもと違う感じになんか涙袋とかもちょっと描いてみました。はい、でこのノーズシャドウを入れていきます。ノーズシャドウもねいつも通りに入れていきます。シェーディングも軽く入れていきます。そしてこのマックのピーチという色味を目の下から横長に入れていきます。そしてビューラーで軽くまつげを上げてからこのロレアルパリのマスカラを塗っていきます。ダマにならないようになるべくロングにしようとしながら塗っていきます。下もうっすら塗っていきます。で忘れてました、このビセのハイライトは T ゾーンと目頭の方から目の下に入れて、あと顎に入れて、でこのレブロンのちょっとピンクのリップを塗ったらメイク完成です。はい、ということでこんな感じで完成いたしました。結構いつもと違う感じ、涙袋を描いてみたりとかいつもと違う感じになったんですけどいかがでしょうか。ナチュラルメイク苦手なんですけど自分なりに頑張ってやってみました。いかがでしょうか。なんかインスタとかにもこの前ナチュラルメイクってあげたら好評だったのでちょっと今回は動画にしてみました。少しでも参考になったら嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。